第3レーン庄野くん東海大浦安。第4レーン鈴木くん市立船橋。以上の2名によりましてオープン男子 300m です。スタート前に制しなかったためグリーンカードが出ています。スタートのやり直しです。さあ今度はきれいにスタートをオープン男子の 300m。 さあスタンドの皆さんもこの 2m のレースで盛り上げて応援拍手をお願いします。さあそしてここまで向かい風でしたが、ここから追い風、そして追い風に乗って出てきたのは庄野君東海大浦安。そして4レーンは鈴木君市立船橋。さあ現在強い追い風、タイムはどうか。現在時計は33秒台でのフィニッシュか。ただいまのレース密着庄野くん東海大浦安、時間34秒02でした。国体も頑張ってください。